実際にコンペに出して、月刊アフタヌーンでの連載が決定したわけですが、そこを目標にしていたのですか中丸、自分の中で考えていたことは、単行本を世に出すことです。コンペに出す、雑誌に掲載してもらうなど、いろいろな方法を考えて、そこに行き着こうとしていました。実際に、月刊アフタヌーンに掲載されたものを見たときは、どのような心境でしたか 中丸、子供の頃の気持ちに戻りました。小学生から中学生ぐらいまで、よく週刊誌で漫画を読んでいて、その頃から絵を描くことが好きだったので、絵を描くことが好きな人だったら誰しもが掲載されたらどんな気持ちなのかと想像すると思います。それが時を経て、自分のものが乗った。という感動がありました。中丸雄一、中丸雄一、プロフィール1983年生まれ。 2001年にカトゥーン結成、2006年にメジャーデビュー。現在は音楽活動、バラエティ番組出演等に加え、日本テレビ系列、週1のコメンテーター、ABC テレビ系列、朝だ。生デスタビサラダ、生中継コーナーのリポーターを務める。イラスト漫画関係の活動としては、2006年の24時間テレビ29。 でのスタジオジブリとの T シャツデザインの原案を手掛けることになり、それをきっかけにイラスト制作を開始。2012年から雑誌、ウィンクアップ、ワニブックス、で、中丸雄一の絵本作家への道、中丸雄一のイラスト勉強会、お約9年間にわたり連載。2020年、新型コロナウイルス感染拡大に対して立ち上がったプロジェクト、スマイルアップ。プロジェクト、で、 公式 SNS に4コマ漫画をアップした。フォト矢沢貴徳スタイリスト、河原歩美みメイク、豊福光一、光一豊福、ノットスポンサード記事。